Thank you.
TikTok ライブをご覧の皆さん、楽しんでますか？改めまして、スキャンダルです。よろしくお願いします。前もね、あの TikTok ライブ出させてもらって、その時はフェスみたいな感じで、うん、ね、いろんなアーティストの皆さんに混じって私たちも、ね、ライブ数曲やらせてもらったんですが、うん、まあ、今回はスキャンダル TikTok ライブアット最前ということでワンマンライブみたいな形でちょっとね、スペシャルにお届けしていけたらなと思います。よろしくお願いします。最善っていいですよね。いいね。ね、なんかこのコロナ禍以降のオンラインライブ用語みたいな感じにもはやもうなりつつあるじゃないですか。確かにね、みんなどんな感じでさ、今見てくれてるんやろうな、うん、ね、そうよ、みんな今日は最善なんだからね。はい、思い切り楽しまない。それぐらいのこう高揚感を持って、はい、ぜひ見てほしいなと思います。また私たちも来月からツアーが始まったりするので、なんかそれにね、あの来る予定がある人はちょっとなんていうの、もう予行練習的な、うん、そのライブに向けてのなんか気持ち作るみたいな感じで今日は見てもらってもいいし、もしかしたら今日あの初めてさ TikTok 見てて今このライブにたどり着いてるっていう人も、うん、ね、いるかもしれない、うん、結構そういう人もたくさんいそう、ね、多いかも、ね、多いよね、多分ね、初めまして。そうなんで、まあ、ちょっとスキャンダルってどういうバンドなのかなっていうのをちょっとよく知ってもらえるような曲を詰め込んできたので、ぜひじっくりゆっくりいろんなあのペースで大丈夫なので楽しんで見てもらえたらなと思います。はい、さあ、じゃあちょっとね、次の曲にも行きたいなと思うんですが、ちょっともうね、もうすぐ4月になるので、なんかこう新生活が始まったりとか、新しいことにチャレンジしようかなってちょっと考えてる人もね、多い時期なんじゃないかなと思って、うん、でもなんかすごいやっぱドキドキワクワクするじゃん、そういう時って、うん、なんかね、あのなんかいろんな出会いがあったりとかさ、うん、どんな環境でどんなことがスタートするのか、結構こう楽しみなこともいっぱいあると思うけど、でもなんか楽しみなことと、あの本当隣り合わせでちょっとこう不安になったりとか、なんかプレッシャーを感じたりとかすることも本当にもちろんあると思うの、うん、でもなんかそう感じることって別に私は全然悪くないと思ってて、なんかどれだけやっぱね、その出来事を大事に思っているかっていうことな気がしてて、自分にとってそれがすごい大切なことだからこそ、なんか不安な気持ちもどうしても出てきちゃうんじゃないかなと思っていて、だからなんかそういうこと本当に悪くないし、もし本当にあ、ちょっともう心折れそうかもとか、あ、なんかもうしんどいかもとかって思った時には、こうやってね、 TikTok 見たりとか、私たちの音楽聴いたりとか、あのもうどうしてもこう肌でパワーチャージ、肌で感じてパワーチャージしたいなって思ったら、あの私たちのライブに遊びに来てくれたら、あの絶対幸せな気持ちにして明日から頑張ろうって思えるような、そんな夜にしたいなと思っているので、あの本当にどんな状況でもいいので、なんか音楽に助けられたら、うん、いいんじゃないかなって思います。私たちもそんなみんなのことを、味方だって、私たちはみんなの味方だって思っているし、みんなのことを助けたいなって、みんなの、本当に心の拠り所でありたいなって思いながら日々生きて、日々音楽をやっているので、なんかそんな、大事な存在でいられたらいいなと思いながら、今日もこの TikTok ライブに全身全霊捧げたいなと思います。次お送りする曲は、そんな春らしい曲を
2曲お届けしたいなと思います。今を生きる、今を一生懸命生きる全ての人たちにエールを送ります。聴いてください。ディパーチャー。Yeah.
ありがとうございます。ありがとう。もしかしたらこの辺りから見始めてる人もいるかもしれない。そうやね。ね、改めましてスキャンダルです。お願いします。お願いします。皆さん楽しんでもらえてますでしょうか。でしょう。ちょっとコメントを見ちゃおう。見たい。なんて書いてる。私が代表して、はい、うん、お、なんか、お、何、なんか海外からも多そうな感じが。どこの国やろう。います。さっきは韓国語で出てましたが、韓国ちょっとみんなね、コメントが早いんですよ。ありがたいよね。いっぱい書いてくれてるんや。あの、お金を払いたいと言ってる人がいました。あれ来て。それはそう、本当にね。それはそうなんだよ。ありがたいね。仕事終わってから最善来ました。お疲れ様、お仕事。最善来ましたっていう響き、いいね。いいよね。中から来ても最善。そうだって今日平日ですもんね。皆さん仕事終わりとか学校終わり、学校はもうない、今ないか、春休みだからね。お、でもツアー行くって言ってる人もいますし、もうすぐ会える。あ、桜の曲ばっかりで最高って。おー、よかったね。ディパーチャーと春風と春曲を2曲続けてやってみました。お、ツアー行きたくなったとか。あ、ぜひぜひ。このために今日頑張った。お疲れ様だよ。あ、宮城行くって言ってる人もいる。嬉しいね。ね、全国のゼップを回りますからね、うん、来月から、ね、あ、ライブ前は何食べましたか、ね、だって今日、うん、ビビンバビビンバ食べた。美味しかったね、今日。美味しかったよ。美味しかった。カヌレも食べた。あ、カヌレもありましたね。差し入れでいただいたカヌレ。うん。あ、この間のハンプバックとの対バンも来てくれた人も。ありがとうね。嬉しい。夫婦で行くよとか。あ、最高だ。嬉しい。いや、本当に、あの、全然夫婦でも、あの、友達同士でも、うん、なんなら一人でも全然楽しいからね、ライブ。一人で来てくれる人結構多いよね。うん、結構多いよね。あ、誕生日の日にライブありがとうだって、おめでとう。ハッピーバースデー。あ、今日？うん、おめでとう。家族4人で福岡行くだって。最高。最高じゃないですか。旅行とかもするのかな。ね、観光とかもね。そうか。素敵や。もうライブで叫ぶ準備をしていますと。そう、声出せるからね。うん。喉温めてる？もう温めてます。温めてくれてる？あ、マレーシアからも。ありがとう。シチュー食べました。あ、そちらのそちらの晩ご飯の、ね、いいな、シチューいいね。今日ちょっと寒かったし。いい、ね、そうね、暖かくてね。あ、でもみんな喉と体を温めてますとか、画面前で練習してるとか。嬉しい。ありがとう。もうすぐ会えるな。ありがとうございます。そう、もうすぐ会えるよ、本当に。ね、ね、あの、まあ、ちょっとずつね、1年に何本かツアーやったりとか、対バンやったりとかね、あの、この数年もしてましたけど、でも、まあ、改めて、声出し解禁のワンマンライブは久々なので、うん、来月4月7日、名古屋からツアーがね、スタートいたします。アンリミテッド・ユートピア。というタイトルつけて、だから本当になんか、なんだろう、このタイトルつけた時はまだ年末ぐらいだったよね。去年のね。だったから、なんかいろんなことが まだちょっとこう制限のある感じの時だったけど、でも春ぐらいにはいろんなことがね、解禁されて、もっともっとこう
楽しくこうライブができたらいいよねなんて言いながら、なんかそんな願いも込めながらこのツアータイトルつけたので、うん、ぜひ皆さん心も体も解放しに遊びに来てもらえたらなと思います。今日初めて、ね、見てくれた方、今日初めてスキャンダルを知ってくれた方も本当に大歓迎なので、ぜひ、ね、あの最高の夜過ごして、これからもあのスキャンダルの仲間になってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。さあまだやりますよ。よし、 OK、 じゃあもっともっと楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。大事なものを教えてくれた。
は最後まで見てくれて本当にありがとうございます。ライブは元に戻るんじゃなくて、私たちとみんなでまた新しい形をたくさん作っていきましょう。長い夜はもう明けた、差し込む日差しが優しい、眠い目をこすっていた。何にも心配ない、心配ない。冷たい皆さん、風の二つ上がる音だけ聞かせて、必死に重なるクラブ弾むリズム、なんかいいよね。この今流れてる Nine of Sight っていう曲です。もうすでに配信はしてるんですが、5月10日にシングル CD としてもリリースするので、ぜひチェックしてみてください。ライブではやるかな、どうかな。ので絶対チェックしてください、お願いします。はい、こっちこっちやね。はい、サイン書く。はい、
きだよ。お、知ってる。うん。うん、いいよ。楽しかったね。うん、そうしよう。見えてる。はい。はい。最後書きます。これ日付いる？いらない？2023 3月29。はい、最後入る。はい。これでも自撮りだからね。あっちあっち、あ、こっちか、こっちか。はい。ということで、短い時間の予定がちょっと長くなっちゃったかもしれないですけど、今日は皆さん本当に見てくれてありがとうございました。新しい出会いがあったらいいなと思いながら精一杯やりました。はい、ぜひツアーでもお待ちしております。今日は本当にありがとうございました。スキャンダルでした。バイバイ。